どうも、ささんです。今回はですね、僕が少し前から使っているこちらのデスク、スタンディングデスクですね、ご紹介したいと思います。こちらはワークさんという在宅ワークに特化した家具ブランドのデスクなんですけども、正直言ってね、価格は結構高額です。高級デスクという部類ではあるんですけども、もちろんその分品質はかなり高くて機能性も申し分ないので、これからデスクを買おうと思ってたとか、新しいデスク、スタンディングデスクへの買い替えを検討中なんて方はぜひね、最後までご覧いただけますと幸いです。ということで早速やっていきましょう。はい、ということで早速なんですけども、このワークさんが取り扱うデスク、いくつかラインナップがありまして、僕が今使っているのはその中のワークスタンディングプロというね、スタンディングデスクの上位モデルなんですよ。カラーは2色から選ぶことができて、こちらは天板がウォールナット、足はブラックというモデルなんですけども、天板がオークで足はホワイトのモデルも選択することが可能です。そしてサイズについては、まず幅が100センチから180センチの10センチ刻み、奥行きは60センチから80センチの10センチ刻み、天板の厚さについては2センチ、2.5センチ、3センチの3つから選ぶことができます。この天板のサイズがトータルの金額に結構影響しますので、詳しくはね、販売ページでチェックしてみてください。ちなみに僕が今使っているのは幅180センチ、奥行き80センチ、厚さ3センチのモデルですね。で、オプションについても用意されていて、ノートパソコンを載せたり PC 周辺機器の収納に便利なシェルフと純正の配線トレー、さらに専用のキャスターも選択することが可能です。ただ皆さんね、デスクを実際に使う想像をした時に、ワークさんが用意してるオプションじゃなくて社外製のあの製品取り付けたいなとかあると思うんですよ。例えば引き出しとかね。僕もこのデスクに引き出しを2つ付けて使ってるんですが、これ天板の裏にね、ネジ穴を開けて固定してるんですよ。でも自分でネジ穴を開けるって、できなくはないけどちょっとめんどくさいし、あとネジ穴ずれたら嫌だなとかっていう心配もあると思うんですよ。ただワークさんは社外製の製品を付けるためのネジ穴加工までしてくれるんですよね。これ結構ありがたいサービスだと思うんですよ。もしかしたらその取り付けしたい製品の大きさとか重さによって付けれないとかっていうこともあるかもしれないんですけども、購入前にね、かなり親切に相談に乗っていただけますし、あとね、事前に図面データ送ってもらえるんですよね。それを見てもう少し横にずらしたいとか奥に付けたいとか、細かくね、指定することができるので、かなり自分のイメージに近いデスクを作れるっていうメリットがあります。僕の場合はこの引き出しの他に MacBook をクラムシェルモードでデスクの下に収納するためのホルダーと、デスクトップ PC を天板に吊り下げるように設置できるホルダーもね、付けれるようにしてもらいました。そしてこのデスクの組み立てについて、僕はね、自分一人で組み立てしたんですけども、意外と簡単だなって思いました。スタンディングデスクってね、どうしても組み立て大変そうとか難しそうという印象あったんですけども、実際やってみるとそんなことなかったですね。ただどうしてもね、本体重量は重いので、理想を言えば2人以上で組み立てた方がいいと思います。不安な方はね、有料の組み立てサービスでも一応用意されているので、そちら利用するのもね、ありかなと思います。はい、それではいよいよこのデスク詳しく見ていきたいと思います。まずは天板について、こちらはウォールナットの無垢材ですね。これ見た目がめちゃくちゃ綺麗で高級感あるし、触り心地がすごい滑らかで気持ちいいんですよ。天板の表面はウレタン加工が施されているので、例えば飲み物をこぼした時に染み込んじゃったりとか、そういった感じは全然なかったですね。もちろん木材なので早めに拭き取る必要っていうのはあるんですけど、実際に使う上でね、安心感っていうのはあると思います。そして手前側の角はね、ラウンドエッジ加工がされてるんですよ。ちょっと丸みを帯びたような感じなので、スタンディング状態で使った時に、手首とかがね、当たったとしても痛くなるとか気になるとか、そういったことも全然ないです。続いてデスクの足についてなんですけども、形は逆 T の字型みたいな感じで、素材はもちろん金属製です。かなり頑丈なので、僕がね、思いっきりこう体重をかけたとしても全然びくともしないですね。例えばハイスペックなゲーミング PC をね、デスクの上に乗っけて使ったとしても全然問題ないと思います。で、今回は足の下にね、オプションのキャスターを取り付けたんですけども、これね、マジでおすすめです。スタンディングデスクって本体重量がかなり重い上に、PC とかモニターの重量も加わるので、移動するのがね、本当に大変なんですよ。でもこのキャスターがあるおかげで、部屋のね、レイアウト変えたいっていう時にも対応できるし、あとはデスクを少し手前にね、出してあげて後ろから配線整理するなんていうことも簡単にできます。
ちなみにこのキャスターにはロック機能がついているので、知らないうちにデスクが動いちゃって壁にぶつかって壁紙が傷ついたりとか、そういった心配もないですね。次にデスクの昇降機能なんですけども、まずデスクを高くする場合は端についているスイッチを好みの高さになるまで持ち上げ続けます。逆にデスクを下げたい場合はこのスイッチを下に押し続けるっていう感じですね。かなり直感的な操作が可能です。メモリー機能も搭載していて、それを設定しておけば好みの高さに到達したら自動的に昇降がストップするようになってます。さらに Bluetooth で接続してスマホのアプリから操作するっていうこともできます。ちなみにこのスイッチから手を離してメモリーした高さに昇降したい場合は、アプリの設定からこのワンタッチ運転、デフォルトでは無効になっているので有効にすることで、アプリからはワンタップ、スイッチの場合はカチカチって2回操作でメモリーした高さにすることができます。で、最後にオプションの配線トレイ、これもねキャスターと同じくめちゃくちゃおすすめです。僕はですね、このデスクで仕事用の MacBook とゲーム用の Windows PC、PC2 台使ってるんですね。で、デバイスも多いし、あとは撮影に使ってるカメラの配線とかもあるので、まあ、人のデスクのね 2,3 倍ぐらいこう配線ごちゃごちゃしてるんですよ。なので今まではこう床もねすごいケーブルだらけで、散らかって汚かったんですが、この配線トレイがあるおかげで床がねすごいスッキリします。まあ、配線トレイだけ見るとね、ごちゃついて見えるんですが、まあ、覗き込まないとね別にそのケーブルのごちゃごちゃっていうのは見えないし、これだけあればね、すごいスッキリするので、つけといてねこれは損ないと思いますね。はい、続いて同じくワークさんの製品、ワークワゴンキューブもご紹介したいと思います。こちらはガジェットをきれいに収納、そして配線できるラックで、前から見ても後ろから見てもほとんどケーブル見えないんですよ。木材部分はデスクと同じくボールナット、そしてフレーム部分は金属製ですね。これなんでねケーブルが見えないのかというと、背面にケーブルとか電源タップを収納するための専用スペースと目隠しが設けられていて、それによって前からでも後ろからでもかなりスタイリッシュに見えます。僕の場合は一番上の段によく使うスマホとかスマートウォッチの充電器とスピーカー、真ん中にはスマートフォン系のデバイス、一番下では任天堂スイッチを充電できるようにしてますね。さらに引き出しもついてるのでケーブルとか充電器の収納も可能です。それと僕はまだやってないんですけども、モニターアームを使ってこのワゴンにモニターを取り付けて、キャスターもね一番下についてるので移動式の作業ステーションみたいにして使うのもおすすめだそうです。デザイン的に先ほど紹介したデスクと一緒に使うと統一感があってよりおしゃれに見えるんですけども、これ単体で使ってもかなりかっこいいし便利なので、ぜひねこちらもチェックしてみてください。はい、ということで今回はワークさんのスタンディングデスク、そしてワゴンのご紹介でございました。まあ、なかなか高額な製品ではあるんですけども、その分ねかなり高品質で高機能な製品になってますので、興味のある方はね、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。で、今回ね特別にワークさんからクーポンも発行していただきましたので、まあ、ちょっとだけね安く買うことができるので、欲しい方はそちらご利用いただけますと幸いです。ということで今回は以上でございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。